中村城の時間です。大丈夫、じゃあ始めていきます。そんなにしゃべること知ってるかなと思って。まあまあいいんじゃない、みんなそんなタバコにめっちゃ詳しい人が聞いてるわけじゃないし。じゃあ始めます。はい、どうもこんにちは、フル003の中村と、今日は大阪で先にまた始めていきたいと思います。お願いします。お願いします。いや、なんかこう始める前にちょっとタバコの銘柄についてちらほら喋ってたんだけど、うん、最近巻き始めた。手巻きでも、前やってたよね。手巻き歴は、もう5年ぐらい。長いよ、ね。6年。あ、ずっと最近手巻きしてたんだっけ、うん、もう、そう、JA のタバコが受け付けなくなってしまって、うんうんうん、それで電子タバコ、もう出てるのを4種類ぐらい試したけど、うん、気持ち悪くなっちゃって。へぇ。でもタバコをやめたくなかったから、うん、たどり着いたのが手巻き。手巻きだ。自分で巻くタイプ。なんかちらっとさっき話してたけど、俺はブルーノートっていうシャグに普通のノーマルのフィルターで、フィルターの大きさなんだっけな、これ。なんか割と細めのスリムタイプのやつで長いフィルターをつけて、はいはいはい、葉っぱはそんなたくさん入れず、うん、吸ってんだよね、うん。ペーパーも普通の標準、うん。標準。チャコール。チャコールで、チャコールでもない。もう本当にただのスポンジだけ。レギュラー。うん。ああ、濃いめだ。あれ、濃くなるんだ。俺、うん、あんまり濃さないから、チャコールは結構煙こしてくれるから。へえ。ちょっと、いや、あの、マイルドになる。優しくなる。へえ。マイルドになる。ああ、そういうとこも変わるか。そりゃそうだよね。なんか匂い付きとか、ね、メントール入れる人とかさ、まあ、なんか、ブルーベリーとか味付きのバニラとかやってる人もいるし、うんうんうん、まあ、結構カスタムできて面白いよね。カスタムできるのはいいね。うん。結構、割とドレスっても、うんうん、ああ、でも、その、ブルーノートとか、うん、今俺が吸ってるドラムとか、うん、青いパッケージは、結構、パンチ強め、まあ、らしいんだけど、でも一番売れてるの多分あの、うん、イギリスの、ゴールデンバージニアだっけな。あ、そうなんだ。一番売れてる、うん、多分それが、でも、まあ、今、俺が主で吸ってるのはキャメル吸ってるね。あ、そうなの。へぇ、うん。でもやっぱ手巻きにすると全然違うよね。普通に売ってるやつと。全然違うね。全然違うし。うん。ま、あの、燃焼剤が入ってないか、うんうんうん、まあ、かなり少ない燃焼剤が、うん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 。っていうのは基本的には言われてるっぽい。あ、シャグ自体にも燃焼剤が入ってんだ。葉っぱの部分にも。あの、ああ、はいはい、葉っぱ自体にも。なんか、紙とかに入ってるっていうの、なんかどっかで見かけて。ああ、確かに、吸わないと消えちゃうもんね。うん。確かに。吸わないと消える。うん。なんか、俺もブルーノートになる前、なんかいろいろ、なんかいろんなもの試してみてたけど、結局今のブルーノートに落ち着いた。いろいろ 無添加のものとか、ローだっけな、ローとかっていうブランドの、うん、まあうまかったけどね。まあね。ローのオーガニックグリーンだっけな、なんかそんなやつだったと思うけど、そんなの吸ってみたり、あとドラムも吸ったことある。ドラムはね、俺あんまり合わなかった。うん、なんか、きつすぎる。あ、そう。うん、きつすぎる感じ。ほんとスモーキーな、スモーキーきつい感じがして。結構、JA のタバコだともうこの一つって決めて、うん、他のがあんまり惜しくなく感じてたけど、うんうんうん、割と、今試しに4種類ぐらい、うん、
買ってるけど、ドレステもあんまり、なんて言ったら、抵抗がないかな、俺は。なんか確かにいくつか揃えててもいいような感じがするよね。なんかその時々で。三鷹に、三鷹にすっごい種類置いてあるタバコ屋さんがあって、うん、そこの店主がまたすごいマニアックで、うん、まあ好みを言ったら、うん、じゃあこれと、これをちょっと混ぜて、って言って、まあ二つぐらい、これとこれ混ぜるとちょうど良くなるかもね、みたいな。南口の三和田。あ、そう。そうそうそう。早いね。あ、そうそう。今調べただけだけど。うん。なんかうるさそう。いい感じに。そうそう。なんかね、うちの近所にも、結構うるさめの、おばちゃんって言うとね、ちょっと失礼かな。俺とあんま変わんないぐらいの歳の人だと思うけど、女性の人ですごいタバコ好きな人が家族経営でやってるタバコ屋さんがあって、なんかさ、田舎の方に行くと、はいはい、コンビニのなり損ねみたいなショップあるじゃん。うんうんうん、昔山崎デイリーショップとかなんかそんな感じでやってた。はいはい、そこで家族経営でやってる人で、うん、そう娘さんだと思うんだけど、多分タバコすごい好きで、異様に集めてて、うん、店の半分以上がタバコのシャグで埋まってるような店で、変わった店があってさ、うん、いつもそこで買ってる。なかなかないからね、そういうお店。いや、ないよ。あの、カルチャーショップだもんね、うん、完全に。うん。いや、助かるよ、うんうん、本当に。近くにそういうお店があると。そうなんだよ。もう本当たまたまだよね。岡山県の中だと、なんか駅前とかにタバコ屋さんが、専門店みたいなとこがあるけど、やっぱね、そこまでわざわざ買いに行くと1時間ぐらいかかっちゃうから、さすがにタバコ買いに1時間かけてはいけないなと思って、うん。ネットでも買いづらいし。うん。いやー。いいよ、手巻きタバコいいよね。そうだね。うん。国産のやつもあるよね。あれ吸ったことある。なんだっけな。葉巻じゃなくて、キセルで吸うやつ？なんていう名前なのかわかんないけど。あー、キセルはどうだろう。吸ったことないな。うんうん。ま、タバコ屋さんに乗せられて、パイプ？パイポ？パイプっていうのかな。うんうん。あれは乗せられて買ったんだけど、うん、まあ、吸いづらくて。うんうんうん。もう一、二回で捨てちゃった。なんかメンテも大変だよね。キセルとか。うん、なんか中にヤニがついちゃうし。うね、あれだ。そうそうそう。刻みタバコだ。刻みタバコ。ああ、そういうのが。そうそう。イロハっていうやつと、小池っていうやつと、宝船っていうやつ。まあ他にも多分あると思うんだけど。なんか三つぐらい買って、だから辛かった。すげえ辛かった。ああ、はい、はいはい。刻みタバコのやつは。それがいいんだろうね。それがいいんだろうね。確かに、それがいいんだろうね。喉がね、ほんと一撃でやられる。なんか好きな人いるからね、そういうの。うんうんうん、早死にしそうな。そうだね。ラーメンとかでも辛いのすげえ食う人とかとなんか似たような感じなのかな。ジャンクとも違うのか、でも刻みタバコとかがジャンクの種類には入んないかもしれないけど。いやー。どうだろうね、刺激でも強いだろうからね。うん。すげえ強い。あとなんか、東南アジア系のシャグも結構良かったね。あんまり続かなかったけど。東南アジア。東南アジアのね、パピオンとか。だっけな。パピオン。うん。あとね、ドイツも良かった。ドイツはでもなんか匂いが甘い匂いとか、すげえ、やたら匂いをつけようとする傾向がある気がする。はいはいはい、うん、あんまり甘ったるいのはね。うんうん。たまにでいいな。そうだね。なんかね、ブルーノートは結構ね、甘い香りがするんだよね。ああ、そうなんだ。そう。でもなんかでも匂いをつけてる、まあつけてんのかもしんないけど、うん。そうそう。ピースみたいな甘い感じの懐かしい匂いというか。いや、割と甘ったるくて好きなんだよね。ただなんかバニラとかまで完全に甘くしちゃってるやつはえぐくて吸えない。うん。
俺エナジードリンクをやめたくて、うん、エナジードリンク味のタバコ買ったんだけど、うん、今毎朝エナジードリンク飲み、レッドブル飲みながら、うん、エナジードリンク味のタバコ吸ってるからね。ジャンキーやん。エナジードリンクって何、そんな中毒性ある？やっぱり朝一本飲むと目覚めるから、うん、へー、そうなんだ。まあ、カフェインだと思うけど。あ、カフェインでね。何、レッドブルみたいな、うん、レッドブル飲んでるね最近は。めちゃくちゃ甘いよね。甘い甘い。まあでもそれもいいのか。甘いのはもう、うん、やめたいんだけどさ。でも確かやめられない。でもレッドブルとタバコはうまいな絶対。そう、なんか、うん、シュワシュワした炭酸が朝のビールみたいな感じで。うん、なるほどね。朝のビール。やっぱなんかご褒美あげないとさ自分に。うんうん、朝から仕事やる気にならないから。ほら、レッドブルあげるから頑張んなっつって。そうそうそう。いや、やめらんないんだよ。やめらんないよね。わー、なるほどな。こっからの季節、はい、特にいいね。そうなんだよね。まあ、やめてコーヒーにしたりもしてたけど。変わんないじゃん。やっぱり、そうなんだよね。砂糖いっぱい入れちゃうし、コーヒーにも。いやでもそれ俺人のこと言えないな。俺もカフェラテに砂糖たんまり入れて飲むのすげえ気に入っちゃって、ここ 1,2 年ずっとそれ飲んでるわ。なんかね、昼飯を食わなくなってさ、2年ぐらい前に。で、体重もそっから 5,6 キロぐらい体重落ちてるんだけど、なんかふとした時に昼飯を食わずに過ごしてたら、なんかなんだろうな、まあ昼飯って言っても俺4時から6時の間に食うやつを昼飯って呼んでるんだけど、12時から営業始まって、4時から6時が休憩時間にしてて、そこで飯食って、また今度7時から10時までやるみたいな、あ、6時から10時までやるみたいな流れで、いつも仕事はしてて、その間の休憩で飯食ってたんだけど、それをね、なんか食えずじまいだったのかなんだ、なんか食わなかった。そしたらさ、やっぱ時間もその分少し余裕ができるし、あと、飯食った後に眠気がひどくて。ああ、それは、ね。また腹いっぱい食っちゃう。気をつけないと。そうだね。多分なんかその、糖質糖分なんだあれ、うん。うん。なんか血糖値が多分。うどんなんか一番、やばい。一番眠くなるね。多分そうだろうね。米うどんまでも、うん。うどんはまずい。炭水化物ってうめえからな。もう炭水化物ないと、うん、床屋業はできないからね。エネルギー補充して。時間長いし。まあ確かに、うん。なんかそれを食わなくなった代わりにコーヒー飲んでたら、その最初普通のコーヒー飲んでたけど、やっぱずっと物足んなさがあったけど、砂糖いっぱい入れてもらって飲んだカフェラテがうまくて。ああ。そう。で、腹持ちもいいというか。うん。ああ、そうそうそう。腹持ちいいと思う。昔はでも甘いものとか好んで食ったりしなかったけどね。なんかすごい辛くなった時にチョコレートとか食ってたけど。あんま自覚もなく食ってて、うちの奥さんに疲れるとチョコレート食うよねって言われて。へーみたいなね。確かにキットカットとかを年に何回か買ってきて食うんだけど。あれ多分。お酒は、うん、飲まないの？お酒はほとんど飲まないね。月に。あ、飲まないんだ。家で飲むって言っても月に一回飲むか飲まないかぐらい。そうなんだ。うん。まあ知っての通り別に酒飲めないわけじゃないし、なんならめちゃくちゃ飲み始めると大酒飲んでゲロゲロ吐いてるけど。そうだね、うん。全然飲もうと思えば、うん、毎晩の飲めるでしょ。毎晩飲もうと思えば飲める。ただ、そう、酒飲まなくなったのもね、やっぱ体調だよね。朝が辛くて、酒飲むと。睡眠がうまくいかなくなって、
ったりするのが辛くて飲まなくなったんだと思う。はいはいはい、うん。やばいよね。なんか、健康の話ばっかり。タバコうめえから始まって、健康の話し始めたらもう本当に。そうだね。あの、180度変えていい？どうぞ。ツイッターの話を前回、1ヶ月前にして、うん、あれから、うん、まあ、ヒロがこう、ツイッターをエンタメとして見てるっていうところで、一、うんうん、回やめてみようと思って、ツイッター見るのを1ヶ月ぐらいほとんど見てないんで、ね。あ、マジで？でもそうすると、前に、ちょっと話 してしまった、その、トレード系の、うんうん、そういう情報があんまり変な、なんていうか、リアルタイムな情報が入ってこなくなるから、うんうんうん、ちゃんと自分で調べるようになって、へやっぱりそういうツイッター見てる時間って、なんていうか、表層の部分をちょっとこう見てるだけだから、うんうん、やっぱ結局自分でこう掘り下げないと、うん、あの、成功するプロセスみたいなのは、組み上がらないからさ。なるほどな。ちょっと時間的にも振り回される感じもして、うん、SNS 系ほとんどここ1ヶ月見なくなったら、うん、結構やっぱり、その自分の目線で、こう見れるようになってきて、情報を。なるほど。まあ自分から調べてね。まあ時間がいっぱいある人はいいけど、うんうんうん、あんまりないと、ちょっと SNS 見てる時間が、なんかこう、それで終わっちゃうみたいな、時間が。っていうので、もうちょっとリセットするきっかけになりましたという話です。なるほどね。まさかあの話の流れから SNS を見なくなるっていうのは想像してなかったけど。そうそうそう。いやいやいや、うん、俺もそうなんだけど。へー。逆に俺は見てるよ。大阪教えてくれた人をどんどんフォローをかけていって見てる。うん。けど、見てるけど、まあ、俺あんまりあの人たちの話は役に立たないというかさ、デイトレードとかスイングもしないし、うん、短期的なことで船会社が上がったりとか全然興味がなくて、まあでも追っかけて見るようにはなったかな、うん、まあなんかいろんなことをさ、こう広くたくさん知るには SNS 便利だなと思うけど、確かに掘っていくってなると別に必要ないツールだねって感じはする。うん。うん。掘り下げるんだったらこれ見てない方が確かにいいかもな。うん。どうしてもね、見る時間、見てる時間っていうのは、うん。こう、うん、限られてしまうから。うん、うん。なんか情報、最近そうだね、SNS で言うと俺インスタの使い方かなり変わって、インスタね、今、俺自分の写真とかはもうほとんど、まあ普段からあんま上げないけど、でも、ほぼ、ほぼ何もなくした、過去の投稿とかはほとんどアーカイブして、プロフィールのところは3枚だけ、3枚というか、3つの投稿だけ、直近3つぐらいにして、で、他全部アーカイブしてなくしてしまったのと、あとフォローしてる、自分がフォローしてる人も、個人の、アカウントの方は、まあ、なんとなくフォローしてもらったタイミングとかで自分が見てたりすると、そのまんま向こうのアカウントもフォローし返してみたいなことをやって、特に意味もなくそれをやってたけど、うん、まあ、本当に意味がないなと思って、だからそういう使い方はやめようと思ってさ、うん、フォロワーを、自分がフォローする人を最近はね、なんかね、アーティストなんだろうな、なんかストリートアートみたいなところから最初掘り始めて、で、イラストレーターさんとか、フォトグラファーとか、まあ、ビデオグラファーとか、まあ、クリエイターの人たち中心だったり、アーティストの人中心に、フォローするようになってってて。はいはいはい。あと、ファッションブランドみたいなところも、最近、めちゃめちゃフォローし始めた。
あんま服に興味ないんだけど、うん、うんうんうん。いつだかな、なんかちょっと前にお客様から服いっぱいいただいて、そう。服もらうんだ。そう、服すげえくれたんだよね。もうあの、マンションの中に入りきらなくなってきたから持って帰ってくんないって言われて。おー。で、俺あんま服着替えるの得意じゃないから、その、うんうんうん。いつも同じような格好してたんだけど、まあそんなのもあって多分気使ってくださったのか。なんか、イケアの一番でっかい袋に、5、6袋分ぐらい。はいはい、俺の車の後部座席も全部倒してトランクケースパンパンになるぐらい服くれて。うわぁ。そう。一生分だ。一生分だよ、本当に俺。本当マジで100年分ぐらいありますよ、つって笑っちゃったもんね。軽トラ必要だったかなぐらい、本当によく詰めたなぐらいくれてさ。服屋の人、その人は。うん。服屋はやってない。あの、うん。まあ、会社のオーナーさんで、で、今趣味で、趣味ってこともないかもしんないけど、なんか、ライフワークみたいな感じで飲食店を2つぐらいやってる。で、まあ、本人は、そう、出て、あの、接客もしてるよ。接客なのか、飲んでるのかわかんないけど、まあ、接客してる。うん。すげえ、毎日楽しそうに、美味しいもんいっぱい食ってって感じの。なんだそれ。すごいね。すごいよ。本当に。まあ、あんまり細かく個人の話をしてもしょうがないけど、あの、千万余裕で超える2000万ぐらいの車が毎年じゃないな。毎月ってこともないけど、でも2、3ヶ月ごとぐらいには増えたり減ったりしながら、みたいなルーティンがあるような人だね。はい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 。だから、服とかもさ、くれた服も、もうあの、俺も知ってるようなブランドもあれば、ちょっと知らなくて調べてみたら、うん、マジかこのズボンこんなにすんのかみたいな値段のズボンとかいっぱいくれててさ。そう。で、それもさ、なんか俺買って履いてるわけじゃないからさ、なんとなく何気なく履いてるだけじゃん。うん。で、やってるとやっぱお客様から、それってどこどこのパンツですよねとか、そのトレーナーどこどこのですよねみたいな言われて、うん、俺わかんないんさ、それが。へえ、みたいな。あ、そうなんだ。知らない。もらったんだよね。みたいな感じで。でも、あんまりこの会話何回もやってると、なんかバカみたいだなと思って、ちょっと最低限、この着てる服ぐらいは知らないとと思って、インスタの中のその、ブランド、ファッションブランドとかをフォローするようになると、なんか関連の他のブランドとか出てくるじゃん。うん。で、それ見てるとちょっと面白くて、なんかマーケティングすげえなと思って、この人たちの。すごいね。すごい。ね、なんかそこ、どうやってんだろうなっていうのは気になってさ。まあ服に興味あるっていうよりは、まあ彼らが使ってるそういうマーケティングの手法みたいなのが、傾向が知りたくて。うん、で、大量の情報をさ、SNS でさっきも言ったようにこう、一度に取得できるというか、インプットとは違くて、多分タイムライン流してこれるじゃん。で、その流れ去っていく情報、大量の情報を眺めてると、傾向が出てくるんだよね。あ、こういうパターンがあるんだ、みたいなのが、おぼろげに分かってるようになってきて。で、そのパターンのフレームを自分なりにこう、書き出すというか、あ、最初にまず認知を高めるために、ちょっとこう、インプレッションの強いというか、なんだろうな、こう、キャッチーな内容をまず、こう表に出すんだなとか、で、その後にもっとこう興味を引くように、もう少し細かい情報に集約しながら、最終的には物を買ってもらえるように、コンバージョン率の高くなるような投稿につなげて、それをだいたい何時から何時でやってるなとか、なんかそういう傾向が見えてくるから、それがすげえ面白いじゃんと思って、最近インスタはそんな感じで、なんかフォローの仕方変えたなっていうのがあるかな。うん、まあ、これから中村商店を知るっていう人もね。まあそうだね。増えるだろうからね。まだ増えるかな。お、つか、長谷が、ご帰宅かな、はい。お、疲れ様です。お疲れ。楽しみにしてました。サンフランシスコの長谷。お疲れさんです。収録中ですか？うん、収録してます、もう。なんかね、大雑把に言うと、タバコの話して、レッドブルのカフェインの話して、
SNS の話になってるとこぐらい。ああ、はいはいはい。うん、いいね。なんだ、レッドブルのカフェインの話。うん、今日は。ハセはナチュラル思考だからな。あ、確かに。あ、ごめんごめん。いいよ。いや、あの、サンフランシスコの時間を、サマータイムがどうなったんだっけと思って。あ、今ね、あれ？そっちの時間を変えてもらったんだよね。あれ違ったっけ？サマータイムに入って、今夜の10時半。早くなるんだっけ、そっちが。あれ？ 8、9、いや。今10時半、ね。何で今？こっち2時。2時半。そっちが10時半。で、前回は何時だったっけ？前回何時だっけね。あ、あれこっちずーっと10時でやってる。そうだよね。だからそっちがずれてくれてるんだよね。あ、そっかそっかそうだそうだ。そうだよ。1時間じゃあこっちが早くなってるってことは、そっちは遅くなってるってことか。1時間遅い時間ずれるってこと？いつもね、なんかわかんないね。そうだね。そう、うん。時計の針が変わんないからさ、他とのズレが変わるだけだから、いつも混乱するんだよね。どっちにズレるんだっけみたいな。でもね、これ終わるらしい。え、そうなの？今終わるっていう、ずっとなんかもう廃止するっていう話は出てたらしいんだけど、ついになんか、あと一回だけやって、来年かな？うん。で、来年のサマータイムがずーっと続くことになりそうっていうのをニュースでやった。だから、サマータイムの方が続くから。アメリカエンドレスサマーじゃん。うん、そう。なんかおしゃれなことすんな。いや、これね、ほんとやめた方がいいと思う。この時間をずらすっていうのは、もうほんとにね、体調が地味に悪くなるんよね。1時間でも。毎回1時間なんだけど、もうアメリカでほんと唯一、ほんとこれはやめてほしいっていうものなんだよね、俺的には。結構もうそれや、嫌だって言ってる人結構いるのよ、周りにも。へぇー。で、でもなんかやらないと、なんか学校、子供が学校と登校してさらに1、2時間ぐらいまだ暗いエリアとかがあったりするみたいなんだけど。へぇー。だから、このサマータイムの方をずっと続けるみたいよ。だそうすると世界基準のタイムから常に1時間ずれてることになるんよね、多分。そういうのとかどうする、なってるかな。どうすんだろうね。なんか標準時間ってそもそもあるもんね。なんかあるじゃん。うんうん、なんか。あるよね。アルファベットのさ、PS なんかとかなんかそういうやつ。うん、だからあれとずれることになるとは思うんだけど、よくわかんない。今スマホが勝手にアジャストするから。まあ確かにそうだね。うん。そう。だから、Apple Watchと iPhone 使ってたら別に何にも、目覚ましももう勝手にその時間に計算してなるし。へぇー。アナログの時計ぐらいだよね。変えなきゃいけないのは。でも体の調子がおかしいみたいな、そんな感じ。うん。機械に振り回されるよ。まあ、便利だから、しょうがない。受け入れてるね。うん。レッドブルは飲まないけど。あ、そう。でもあれマジで依存しちゃってる人結構いるか、いるよね。スタッフって毎日飲んでる人いるもん。いや、でも良くないよ。飲みすぎちゃってさ、ダメなんだよ、俺。もうちょっと飲んだだけで、逆にちょっと、なんか、脈拍が上がりすぎちゃって。この、美容の仕事の時には、ちょっと、俺はダメだな、あれは。あれ系は。
アメリカで売られてるものと日本で売られてるものって内容が違うんだっけ？なんかそんなの聞いたことあるけど。どうなんだろう。あのね、サイズは違うよ。でかいよ、こっちの。へ、あの、モンスターエナジーだっけ、うんうん、モンスター、うん、あと、ロックスターってある日本。ロックスター聞いたことあるよな。いや、ないと思うな。こっちメジャーであるんだけど。うん、ああ、ロックスターか。なんかあの、一時売ってた。ロング、ビールのロング缶みたいなサイズで。へえ。みんなごくごく飲んでるよ。へえ。レッドブルもさ、ちっちゃいでしょ。野菜ジュースみたいなサイズだよね。うん、そうだね。うん。あのサイズは売ってないと思う。へえ。あの、細サイズの縦長。だからあの太さのもっと縦が長いやつだったと思う。レッドブルは。こっちのは。でも確かにこんなサイズがでかい。ごくごく飲むようなもんじゃないもんね、そもそも。でも、結構飲んでるけどね。うまそうだな。なんかね、スポーツやってるときとか体動かすときは、まだいいけど、例えばデスクワークとか、それこそ美容師の仕事ぐらいの時だったら、俺あれ飲んじゃうと、もうちょっと行き過ぎなんだよね。ちょっと、ダメなんだよね。だからもう本当に昔飲んでたけど、今はもうダメだね。あれ飲むとちょっと。確かにでも子供の頃あれ好きだったな。チカチカしちゃって。大塚製薬が出してたやつなんだっけな。リポビタン D みたいな。リポビタン D。ホビタン D じゃなくて、あの瓶のやつ。オロナミン C じゃん。あ、オロナミン C だ。そうだそうだ。オロナミン C 飲んでたわ。あれはどうなんだろうね。あれ違う。同じ系なのか？わかんないけど。いや、カフェインはそんなに、そんなにっていうか、うん、オロナミン C は、リアルゴールドとか。ビタミン C、うん、カフェインは、ないか、少ないと思う。あ、そうなんだ。飲んでたわ、子供の時は確かに。うん。あれ好きだった。うん、ああいうジュース飲まなくなったな。コーラぐらいだな、飲むとしたら。コーラ飲む？コーラも違うの？こっちと。一緒？コーラは一緒？いや、一緒だと思う。うん。俺ほとんどダイエットコークしか飲まない。ちょっと違うでしょ。え？なんか、アメリカの方が。そんなに違う感じしないよ。うん。アメリカの方が甘いと思う。ええー、そうなんだ。あの砂糖のやつは俺飲まないからわかんない。わかんないけど。ダイエットコーラみたいなやつって、砂糖入ってないけど甘味料は入ってるでしょ、うん、人工甘味料は入ってる。甘いからね。あれ、うん、甘いよ。甘いだけで、なんか特にって感じ。カロリーがないんだよね。へぇー。だから血糖値は上がんないと思うよ。砂糖じゃないか。へぇー。あの、ステビアっていう植物が主に使われてるんだけど、うんうんうん、めちゃ知ってるやん。あれ飲みすぎると、ステビアの、ちょっとお腹ゆるくなる人はいや、大阪多分いるらしいよ。ダイエットコークとかステビアなんかそんな高級なもん使ってないよ。ああ、そう。もっとなんか科学的な体に悪いやつだよ。ステビアは、そっちの方が。結構体にいいんだよね。まあ、あの、甘味料の中では砂糖より全然。だ人工甘味料じゃないじゃん、ステビアだった。植物由来だよ、多分。うん、そうそうそう。え、これ。あれが理想的なんよ、本当は。糖分取るんだったら。ステビアは。糖分じゃないっていうだけで甘いわけでしょ、うん、そう。不思議だよね。カロリーなかったりするじゃん。うん、だ糖質じゃなくて甘味料なんよ。甘い味がするっていうだけ。あれか、マテ茶の原料なんだ、これ。ステビア？うん。って書いてあるよ。ステビアってマテ茶の感じなの？マテ茶って甘いの？なんか、独特な甘みがあるんだって。また乾燥させたりするから、お茶っぽい香ばしくなるんだろうけど、甘みもあるんじゃない？なるほど。いや。面白。面
汗、ね、体重今どうなってる？体重最近測ってないけど、うん、多分今結構ちょっとやばいかも、増えてるかも。つってもね、だいたい65から70ぐらいを行ったり来たりしてる。ちょっと最近すぐね、変わるんよ、4、5キロは。ちょっとの間に。アメリカ行くと日本人でも太るの？いや、でも日本にいた時とそんな変わんないと思う。いや。変わんないんだ。うん、別にアメリカ行ったら太るってことはないと思うけどね、食べるもの選べば。なんか肥満の人ってやっぱ多い。なんかさ、アメリカ、うん、いや、日本の方がデブは多いと思う。まあマジで。ああ、でもちょっと。でも人種による体格の違いがあるからね。ああ、そっか。まあ、エリアとかにもよるか。でも、アジア人のデブは、日本の方が全然多い気がする。例えば、サロンに来るお客さんとかも、あんまりでっかい人いないかも。日本人ってデブ多いと思うよ、なんか俺。あ、そう。全然、何？頭の見た感じの感覚でしかないけど、データは知らないけど、うん、なんか台湾とか、うんうん、なんかそういうアジアの都市とか行くと、日本より太ってる人少ない気がするけどな。どうなんだろうね。うん、ちょっとわかんないけど。台湾また行きてえな。行きたいね。台湾面白かったよ。もうちょっとだよね。っていうか日本行き一応チケット取ったんだけどさ。あ、マジで。あれそういえばこの前、うん、なんかヒロあれだったっけ？なんか予定を教えてくれてたっけ？いつだった？いつ動けるとしたらいつみたいな。うんうん。それ。でも俺、いやもう本当は帰るのやめようかなと思ってたの。なんかまだ結構めんどくさいから、うんうん、デイリーの手続きが。なんだけど、母ちゃんがさ、70歳に誕生日なんだって。もう70歳になる。そう。だから、帰ってきてって言われてさ。うんうん、これはちょっと、いかんといけんなってなって。だって下手したら、会うの最後になる可能性もゼロじゃないよね。うちの親も70ちょっと過ぎだけど。いつ何が起こるか分かんないからね。分かんない。70過ぎてたら、もう別に不思議じゃないよね。いつ何があっても。まあ、そうね。そうなんですよ。いや、マジ、交換しないようにな、しないと。そうですよ。ハセは何？日本からアメリカに帰るときが心配なの？日本が、あ、日本に来ることは、めんどくさいってこと？日本に入る方がめんどくさい。リスクは全然関係ないよ。ただ、書類とか、事前に検査しなきゃいけないとか。なんか。そういう何？そうだよね。もうポンっていけないのよ。前みたいにパスポート持ってゴーみたいな感じじゃないから。3回。もう相当めんどくさいよ。そうなんだ。そうそう。隔離もあるしね。隔離今なくなったよ。今3回ワクチン打ったらでしょう、うん。あ、そう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 。そうなんだけど、3回打ってればそんなに。でも書類は出さないといけないのよ。なんか、あんのよ、いろいろ誓約書みたいなやつとかさ、行き先をなんか書かないといけないやつとかなんかでね、あんのよ、いろいろ。まあ一番は検査だよね。もうなんかその辺でパンって受けると普通に2万3万かかるからさ、あ、そんなにかかる？かかるし、アメリカに帰ってくるのも日本円で3万4万かかるって
普通に医者とかでやったら保険かからないし、それが家族さ、3人とか4人とかなったら結構シャレになんないよ、マジで。そうだね。うん。なんだろうね。こんな締め付ける必要ないのにね。結局日本どんな感じな、なんか、一応お店とかも開いてんの、飲食店含め。今、まあ。もうアメリカも今みんなマスク外してるよ。それはないね。うん、そうみたいだね。うん、日本もうだいぶなんかね、ここの俺らがいるエリアが一番ガードが硬いっていうか、うん、みんなやっぱりしっかりマスクをアメリカの中ではしてる人が多い方のエリアなのよ。うんうん、だちょっとこの辺から車走らせてどっか行くともうみんなしてねえなっていうのがちょっと前までそんな感じだったけど、もうここ2、3週間はサンフランシスコエリアも、マスクしない人がだいぶ増えて、もうアウトドアではもう結構してない。うんうんうん。インドアでは割としてる人もいるけど、みたいな感じ。なんだけど、マスク日本って逆に、日本はもうあれ、マスクは外せないよ。何割ぐらいしてんの？え？ 95% ぐらい。うん、で、しかもさ、アメリカってつい最近、というかカリフォルニアか、うん、もうマスクしないでいいですよっていう、宣言っていうか、この、ガバメントが、オフィシャルにそういう、うんうん、逆に言えばしてくださいがあったわけなんだけど、うんうん、で日本ってそれがないじゃん？ないよ、してくれ。強化しなくていいですよみたいなのがさ、うん、要は今して強化してくださいみたいなのがないからさ、うん、そうそう。強化しなくていいよがないじゃん。ない、ない。ってことはさ、もうなんか、うん、当分続きそうじゃない？うん。続くよ、うん。なんかしてないと浮くって感じなんでしょう。そうそうそう。まあ相変わらずだよね。くそ熱い、うん、とこなのに。しんど。公園で子供たちを遊ばせてる間も、親とかは基本してるね。うん。うん。飲食店は？飲食店だと、もうやっぱ、食い終わったらみんなマスク食べるしてる。テーブルにまだついてても？うん、だから入店の段階でマスクないと、入らないでって言われるし、うん、その、今から外すのに食べるのに。そうそう、入り口に、マスクのない方の入店はお断りいたしますみたいな張り紙はしてある。うん。あるね。基本だね、基本。それ意味あんの？いや、意味があるかないかで動かない国なんだよ。うん。口に食べ物入れる瞬間だけ外すって感じ？そうそう。まあ、食べてる間とか。で、入れ終わったらまた蓋してくださいっていう感じ。なんかまあ、一通り食べ終わって、そうそうそう、食べ終わったらもうマスクしといてねとか、うん、もう食べ終わったらくっちゃべれず帰ってねみたいな感じだよね。え、居酒屋とかはどうなってんの？あ、でも、飲みに行ったりするとみんな緩くなってんじゃん、その辺は。みんなあんまり細かいこと言わなくなっていく感じはすると思う。なるほどね。うん、なんか帰っても楽しそうじゃないね、ちょっともう。うん。安全だよ。いろんな面で。そう。うん。それだけ。カオスだなっていう感じ。なんか違う、なんかね、動物園に来るような感覚で来れば、違う楽しみあるかもよ。前みたいにすごい伸び伸び楽しいって感じじゃないかもしんないけど。なるほどね。なんかね、より色濃く日本になった気がする。濃いよ。今の日本濃いと思うよ。ディープジャパンが見れるよ。やばいね、うん。クレイジージャパニーズがいっぱいいるよ。本領発揮してきたな。発揮してるよ。すごいよ。鎖国するよ、このまま行くと。いや、だってまだ入れないんだよ。ツーリスト、旅行者。やばくない？マジ。入れないんだ。入れないよ。今もう国籍ないと。ビジネスビザが国籍あるかないといけないってこと？うん。そう、なんかこう、ビジネスとかこう。あ、そうだよね。例えば家族がいてとか、うんうん、でも、それでも申請がいるってことだから逆に言えば。うんうん、観光じゃダメなんだよね。普通にひょいって入れたのが。そう。
なんかでもアジア圏はほとんどそうじゃない？今中国なんかももちろんそうだけど。中国は結構今深刻なんでしょう？うん。なんかミャンマーとかに出張行く人とかも、言ってたよ、うん。向こうの現地の会社から、うん、こっちへミャンマーに来てくれっていう書類を整備して、一旦ビザの申請出して、それで通れば行けるって言ってた。うん。うん、ああ、なるほど、ね。うん。まあ、アジア圏全体だよね。そういう、なんか、文化なんだと思うけどね。保守的な。まあ、中国、韓国、今、感染者数、やばいからね。へえ、そうなんだ。らしいよね。そうらしいよ。なんだっけな。どうなるんだろうね。韓国ね。ああ、確かに。韓国って行ったことある？ない。俺、空港、あ、ハセもないな。空港に行ったことがあるだけ。トランジットで。あ、俺も空港は行ったことある。インチョン空港。インチョ空港？インチョン空港。まあ、日本人、まあ、俺も乗り換えで結構好きなんだよね。うん。行ってみたいよ、俺。韓国。あ、行ってみたい。行ってみたい。韓国めっちゃいい。飯がうまいでしょ、多分ね。うん。うん、そうらしい。行きたいよ、結構。行きたい。なんかシンプルになんかね、うん、新しいもん好きだっつうのもあるけど、完全にアップデートされてる気がするよね、うん、あの国の、その、まあ一部だろうけど、もちろん。うん。日本に比べるともうちょっとこう、外からの情報とかのインプットと、で、そのインプットしたものの、なんか韓国、風のアレンジみたいなのが早いし面白い気がするけど、まあ外から見てるだけだからよくわかんないけどね。いやーもう今世界レベルだもんね。すごいよね。うまいよね。見せ方もすごい上手だし、で見せ方だけじゃなくて、なんかやっぱ中身がすごい整ってきたというか、見たくれだけなのかなと思ってたけど。さすがにもう10年とか20年ぐらいさ、外に向けてずっと発信してた国だから、なんかその世代、新しい世代が出てきて、ほんまもんというか、なんだろう。そういう人や物や店や、なんかたくさん出てきてる気がするけど。確かに。うん。まあでも東京もそういう意味では別に廃れてはないよね。東京は東京だなと思うよ。いつも。いやもう東京は最強だと思うよ。うん、世界レベルで見ても。日本じゃないんだよね、東京だけは。主張は下手くそなだけで。ああ、主張は下手なのか。でもそのカオスな感じがまた面白いじゃん。一駅違うとさ、住んでるエリアが本当に駅一つで全然違ってくるみたいなのも。だって韓国のあの今のエンタメの凄さはやって絶対仕掛け人がいるからね、裏に。まあそりゃそうだよね。PR するための。そうだね。東京、そういうことをまず、なんだろう。政府とかガバメントは一切興味ないしね。そういう日本を売り込むってことに対して。もうその違いじゃない、うん、本質的にはだってね、音楽だってレベル高い人たち未だにいるしね、うんうん。だけど誰もそういう人を持ち上げようとしないからさ、うんうん、ただ一部のね、耳が肥えてる人たちはうなってるだけで、全然売り込もうとする人がいないからさ。そういうナチュラルさが面白いんだと思うけど、東京は。うん、なんか分かってる人は分かってるからね、うん。そういう人にとっては面白い。けど、うん、まあやってる側は浮かばれないとも言えるけどね。もしお金稼ぎたいと思ってるんだったら。まあ確かにね、商業的には成功しづらいっていうのはあるよね、うんうん。でもだいぶ今ネットが普及してね、良くな、環境は良くなってるとは思うけど、うんうん、誰でも、スポーティファイとかって、あれ音楽上げんのって、結構簡単に上げれんのかな、うん、どうなんだろうね。ああ、どうなんだろうね。審査があんのかな、どうなの大阪。いや、わかんない、スポーティファイ。音楽上げるとこは。でも結構インディーズの人とか、普通に、ああ。いるいる。やってるよね、いるいる。いるね。うん、いるいる。
あれって、例えば俺らがさ、超ド素人がさ、曲作りましたとか、Spotify でみんな聴いてくださいとかできるのかな？どうなんだろうね。このラジオはちなみにいやー。Spotify で聞けるよ。あ、それそうはなポッんだ。ドキャストの枠でしょ？そうそう、ポッドキャストの枠として。じゃなくてミュージックとしてってことよ。でもそれ、ジャンルが違うだけでさ、一緒じゃない？一緒？ そうなんか？そういうことでいいの？違うのかな？コピーライいトはや、ついてどうるだからろね、一応。う。なんか若手のバンドやってる子が Spotify とか、インディーズだけど、アップするようになった子たちいるけど、なんか仲介業者みたいなの頼んだっぽいよ。そういう。そういうのはいるんかな。レーベルとは違うんまあでし自分、ょ。レーベルとは違うみたい。違うみたいだけど、なんかそういう YouTube とか、そういうオンライン上の利権みたいなのとか絡めて、やってくれる、まあ、会社があるっぽい。っていうのだけは聞いてるけど、まあ、やろうと思えばできるんだろうね、自分でも。それすごい時代になったよね。無理じゃん、レコードだけの時だった時代だったらさ。一生懸命みんなせいぜいカセットテープ作ってみたり、CD をお手製で焼いて、だっていくら一晩中頑張って焼いたって数、たかが知れてんじゃん。あれをライブ会場で配るとかせいぜいそんぐらいじゃない？昔だっインたらターね。ネットの普及で、やり方次第ではとんでもなく普及させられるわけだからね。確かに。でも難しいよ。やっぱり最近いい曲だなと思って聴いてても、再生回数50回とか、YouTube でね、YouTube ミュージックで聴いてて。でもなんかそそれとちょっと、う、そういうのってある気別の問題になるのかわからないけど、でも一曲の価値みたいのはなんか下がってるというかさ、やっぱ俺らの時みたいに金出してさ、CD 買ったりしないから、なんかこう、要は大阪なんかもわかると思うけどさ、俺なんか全然金もありもしないのにさ、音楽が好きだっていうだけでさ、もうとんでもない金 CD に突っ込んでた。とんでもない金っていうかこのパーセンテージ的にね、給料安いにもかかわらず、よくまあこんだけ CD 買ってたなっていう時があったわけよ。そういう時もさ、やっぱり、何？ジャケ買いもするし、聞いたこともないのに買ったりするわけじゃん。まあもちろん聞いて知ってて買う時もあるけど、ラジオとか視聴とかで。だってさ、そんなにこう聞き込んで、よしって言って買うわけじゃない時なんかもう普通にザラにあるわけ。でもさ、やっぱりお金払ってるからさ、ちょっと買ったら、ああ、あんまり好きじゃないかもと思ってもさ、やっぱりでも好きになるかもと思って、見たり、なんかこう、やっぱ聞き方っていうかは変わってきちゃうよね、どうしてもサブスクリプションでさ、一曲聴いても百曲聴いても同じ値段で、あと所有してるっていう喜びはないじゃん、なんかこう、いつまでもジャケット眺めて見たりとかっていうのもないし、なんかクレジットに、どんな人が入ってるのかっていうのも見れないじゃない？今、バックミュージシャンの名前とか見れないし。そういうのをなんかおそうだじいちね、ゃんみ確たいかでに。こんなこと言うの嫌だけど、この違いはでも、どうしてもあるよなと思うけどね。この業界的にもどう進化していくかなんだと思うけどね。なんかその、レコードとかで言うと、レコードが誕生したのはいつか知らないけど、蓄音機とかで150年ぐらいしかそもそも歴史がなくて、それ以前って、
生バンドなわけじゃん、みんな。演奏会とか、そういうので音楽を聴くっていう、こう、ローカルじゃないと聴けないというかさ、その現地で生で演奏してる人がいない限りは、音楽というものをそもそもたしなめない時代から、レコードプレイヤーで聴けるようになって、それが一般家庭に普及するようになるのなんて、おそらく近年、本当にここ数十年の間だと思うんだよね。で、俺らの幼少期には CD だったり、レコードはもうあんまりなかったかもしれないけど、カセットテープ、CD、MD みたいな感じの流れの中で、もう主に CD を買う文化が90年代の日本には、こうすごいでっかくマーケットができて、こう市場がドカンって盛り上がったところがちょうど俺らの思春期じゃん。ハセみたいな人たちが音楽に触れる機会が増えた人たちが出てきて、だから今の子たちとかってただで聴けるから、オールジャンルをつまみ食いするにはハセよりもその広く浅くかもしれないけど、たくさんの音楽を吸収するきっかけは持ってて、確かにこれをまあそのマネタイズ、絶対量は増やせる、絶対増やせてるよね。そうそう、増えてると思う。間違いないと思う。なんかそれがまあいい、いいか悪いかってよくわかんない。最近うちの娘、上の子がさ、ボカロみたいなやつをよく聞くんだけど、でなんかね、アユタヤ星人っていう人の、それはねプロデューサーの名前がそうなのかな、アーティスト名がアユタヤ星人っていう人がいて、その人の音楽を車でよく聞いてんだわ俺。へー、ほうほう、超面白いよ、このジャンルも。そう。ボーカロイドでしょう。そう、ボーカロイド。実際に歌ってないんだよね。歌ってない。でも、下手すると、その機械音っぽく流してるやつもあれば、うんうん、なんかね、このアユタヤ星人さんじゃないけど、その他のボカロだと、息継ぎとかを作れるようになってるのも あるんだって。でもなんかそのね、絶妙なのが、機械っぽさを消さないように作ってたりするんだよね。もうに、人間だと出せない刻みで音を発してたり、あとなんか、アユタヤ星人ちょっとほんとイカれてんなと思うのが、こう、ドラムのさ、裏でドラムの音がしてるけど、あれちょっとずつね、何拍もずれてないんだけど、ほんと 0. 何拍みたいな変なずらし方して、行くんだよね。で、気づくとちょっと元へ戻してたりとか、こいつ気持ち悪いなと思いながら聞いてんだけど、なんかね、この人たちやっぱ聞いてきたものの総量がむちゃくちゃあるんだろうなっていうのは感じる。いやー、すごい時代になってる、ね。多分それが今のロックなんだと思うよ。ああ、そうなんだ。ロックの定義を壊す。ちょっとこう。ああ、なるほどね。に、マウントすること自体がロックであって、まあ、まあ、その、その時々で、その、そうだよね。ロックのあり方が変わるみたいな。そうだよね。だからロックが古典になった時点で、それをまた覆す新しいジャンルとして生まれ変わっていくみたいなリニューアルが、多分すごいペースで起きてんの、うん、まだまだ音楽楽しいね。なんかもうある程度って切った感があるのかなと思ったけど、全然そんなことないんだね。面白い。新しい時代に入ってる。そう思ったら楽しいね。なるほどね。まあいいのかもしれないね。そういう。そういう意味ではね。あと意外とさ、その、消費量は増える、ね。増える、うん。商業的に考えても、その、インディーズの子たちとか、今までだと利権構造の中にいないと、著作権を守ってくれなかったけど、今はさ、うん、その、少ないフィーでも、オリジナルの楽曲をリリースして、うん、みんなが聴くきっかけは作れるじゃん。だから、うん、意外と飯食っていく分にはなんとかなるレベルのアーティスト増えてるような気がするけどね。ちょっとそんなデータを知らないから簡単には言えないけど。うん。インディーズとかメジャーっていう、そもそもそういう枠組みみたいなものすらないじゃん。あってないようなものになっちゃったじゃん。うんうん。まあレーベルじゃないしね。そうそうそう。なんか意外と飯食えるんじゃねえかなとも思うけどね。
か趣味としては最高に楽しくなると、なるよね、うんうん。趣味でさ、うん、なんか音楽作ってる人もさ、うん、下手したら、マネタイズできて、うんうん、ね、別に、なんかそんな、周りの人の意見聞いたり、こう、うん、レーベルの意向とか考えずに、本当に作りたいように作って世に出せるわけじゃん、うん、ね、楽器できなくても、うん、演奏はできなくても、全然作れるもん、ね、楽器できなくても今音楽作れるもん。あ、ちなみに今、あれだよ、日本の公立の中学校は打ち込みの授業あるからね。へえ、面白い。マジで超面白いよ。BPM。音楽の授業で。音楽の授業で。BPM をこうしてとか、ドラムとベース音をこう入れてとか、そうそう。何のソフト使ってるの？なんだっけな、なんだっけな、ウェブアプリだよ。アクセス誰でもできるやつ。どっかの会社が、大きな大手が出してるウェブアプリを使ってた。だから音数はあんまり大したことないけど、結構それ使うだけでも、たくさん作れるし、うん、YouTube にいっぱいそうオリジナルでこれ作ってみたみたいな人いっぱいいるよ。だったんだ、ループシンケンサーなんかさ。さあ、うん。いや、あの、その黄金比と、うんうん、BPM なんかさ、うんうん、普通の人知らないじゃん。知らなかったじゃん。うんうん、確かに。うん、でもやっぱりバラードだったら何々で、こう、うんうん、ちょっと早いテンポだったら、何々でとか、うんうん。ちなみに、紅で155とかだと思うんだけど、確か。ちょっと待って。ちょっと待って。紅って、あの、イントロじゃなくて、早くなってからのお話？そうそうそう。そうだよね。あれで、BPM150？、うん、え？ 155 じゃなかったっけあれ。あれ、そんなもんなの？もっと早い気がするんだけど。156って書いてあるよ。あ、BPM120 ぐらいでさ、はい、なんかさ、ちょっと踊れる、なんかこう、うんうん、ちょっとハイテンポのラウンジみたいな感じだよね。アシッドジャズ的な。へぇー。120、そんなくれないで、そっか、150。俺の心拍今75。75、そう。心拍数と BPM と同じ、あれ、尺度ち、そうなの？わかんない。71になった。え、ちょっと大阪、うん、BPM100、はいはい、100、150、ちょっと口でやってみて。いや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 、ちょっと待って。俺メトロノーム使ってたから、楽地じゃなくてもそこを机叩くんでもいいけど。うん。だって、くれない。でもさ、待って、くれないって意外とさ、ヨシキの手数が多いだけで、BPM 的には高くないんかもしんない。もしかしたら。あ、そう。そうだね。もん。え？もっと四つ打ちっぽく叩いてよ。ああ、はいはい。ああ、そんなもんか。そう、意外と、ね。この間に手数が多いだけだ。ああ。これにさ、バスドラ連打が来るから。そうだよね。どこ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 来るだけで。だから、早すぎない。そうだね。確かにそうだ。ああ、なるほど。じゃあ、やっぱ俺の感覚は意外と当たってるわ。ええー。意外とあの、メロコアとかの、ハイスタとか、ハイスタはそんな速くないけど、うん、結構メロコアとかで180ぐらいが結構多かったんだけど、意外と触れないはそこら辺そんなに速くない。150ぐらいね。うん。うん、156みたい。ヨシキさんとかが。120、うん。うん、あ、どうぞ。やっぱり180の速さだと、まず売れないと思う。へぇ、好きな、もう、好きな人は限られちゃうから、やっぱり速くてもその155ぐらいで、まあ、面白いな、うん、バラードっていう、なんかそういう、やっぱり、絶対数が集まってるさ、好きな人は、その速さに関するところで、まあ子供だったら155ぐらいいいと思うけど、大人には
ちょっと、こう、早すぎるのかっていうのが。大阪がやってたジャンルのハードコアとかのやつだと、どんぐらいなの？いやー。遅いよね、そんなに。遅い。そんな早く叩けないから、でも150ぐらいかな。基本早いの好きだから。面白いね。そう。なんかジャズドラマーの先生に、メロコアっていうか早く叩く、メタルの叩き方を教えてもらってたっていう変な感じで。へぇー。やってたから。だからまあメタルにはなりきれない叩き方してたかなと。今となっては。ジャズとかって大体目安で言うと BPM ってどのぐらいでやってんの？いやー、わからん。わからん。ちょっともう離れて長いし、ちょっとわかんないね。ただまあ、バラードとかだと60とか80とか100いかないぐらいの感じ？いや、BPM、どうだろう。そんな言うほど知らないんだけど。ただそういう。とかでさ、BPM でさ、検索したりできるのか？うわ、できそう。結構 DJ の人とかだとさ、BPM 合わせて曲、曲をさ、集めて、プレイリスト作ってる人とかいるけど。へぇー。確かにそうだよね。こういうのできたらいいのにね。面白いよね。面白いっていうかさ、気分に合わせやすいよね。確かに。で音楽選ぶっていうのは。確か iTunes は、曲情報に載ってれば、それでプレイリスト作れたはず、スマートプレイリスト。へー。昔が。ああ BPS の検索だと BPS の相当はなさそう。BTS が出てくる。アイドルの。アイドルって言っていいのかな。そっちかよ、BTS が出てくるね。どうなんだろう。BPM。あ、いや、でもプレイリスト自体は作ってる人がいるね。200の EDM とかのプレイリストとか、プレイリストが出てる。でも相当はできないね。あ、面白い。スポーティファイが作ってくれてたりしないか。さすがに。BPM で合わせ。選んでとか。スポーティファイのプレイリスト結構好きなんだよね。プレイリストこれいいよね。いいね。あれ、音楽のサブスクリプション契約してる？なんか。俺、Spotify と Apple の Apple Music 両方契約してる？してる。ああ、俺も行ったり来たりして、やっぱりね。大阪してない？してない。何にも？ああ、俺ね、YouTube、やっぱ Spotify が好きなんだよね。いや、Spotify に比べると。いいよね。いや、なんかね、Apple Music はね、なんかね、ちょっとダメなんよね、なんだろう、まずプレイリストがちょっとなんかこうスポーティファイの方が音楽好きな人のツボ取られてる感がものすごい、あとアップルミュージックってボリュームのアップダウンがない、このレコードごとにさ、マスターボリュームって違うじゃん、微妙に。あ、例えばシャッフルかけてると音量のアップダウンってさ、はいはい、コンプレッションかかってんだ。YouTube とか見ててもさ、すんげえ音量がさ、はいはい、チャンネルとか動画ごとに違ってさ、イラついたりすんじゃん、あれって同じ現象がどうしても音楽でも起こるんだけど、で、Apple Music っていうか iTunes にそれをフラットにする機能がついててフラットになるんだけど、そうすると、全体の音量がめっちゃ下がるんよ。
まあ一番高い。俺みたいにバグオン好きにとっては、そう、もうちょっとデカい音聞きたいんですけどってなる時があるわけ。でね、スポーティファイね、その機能が多分自体ついてない。ついてなかった気がするんだけど、でも、そのストレスが全然ないんだよね。でかい音で聞くときってどうやって聞くの？ヘッドホン？もう最近ヘッドホンだね。ヘッドホン何使ってる？スピーカーも、エアポッツ。ああ、エアポッツでも音量上げてって結構どうにかなっちゃう。マックスで聞いて、でも本当はよく言えばもうちょっと上げたいときあるけど。ああ、やっぱそれはそうなるんだ。まあでも、うん。ほぼほぼ。エアポッツで？音量マックスで聞くの？え、聞くよ、なんで？低いってこと？いや高すぎってこと？いやいや、音量でかすぎるでしょ。耳おかしくなんない？俺多分おかしいんだと思う。いや、難聴だって感はないけど、え、もう、ほぼ、アウトドアにいたらほぼずっとマックス。すごいよ、それ。こんだけ付き合いあって、今更、ハセにおかしいよって、まだ驚く場所があるのが笑っちゃうよね。いや、おかしいじゃん、こいつっていう。おかしいよ。え、なんで？そうなの？音量マックス聞かない？いや音量マックスでは聞いたことないな。あるよ、それで。足りないんだ。だから俺、Apple Music ダメなんだよ。音割れとか気になんないの？音割れないよ。もうまずめったなことじゃ、サブスクでサービスだったら。あ、そうなんだ。うん。ノイズキャンセリングして音量マックスですよ。へぇー。ちょっと歩いてるマックス？ iPhone とかでマックスで、うん、いや、それ相当でかいな。ハーレーにすら惹かれるじゃん。うん、ハーレー乗ってる時なんかも全部絶対マックスよ。まあ、乗ってる側はね、まあ、乗ってる側はなんかわかるけど、てか、ハーレーの醍醐味どこ行ったそれ。もう。ね、ちゃんと外音取り込みモードにしてるから。うん、ああ、そうなんだ。聞こえてるんよ。どこどこ言わしながら乗ってんだね。うん、言わしながら音楽もうるさいっていう。まあでも、いや、そうだね。スピーカーで爆音流してるやつよりも。でかい音で聞かないと。うん。そうでしょ。音もね、してると思うけど。電車の中とかじゃないからね。確かに。うん。そうなんですよ。スピーカーもオーディオなんかもう組まなくなっちゃったよね。なんかね、最近俺爪、ネイルのサロンに通ってんだけど、そこの人が使ってるやつで、なんだっけな、あれ、エアポッツじゃなくて、ホームポッツ。アップルの。ホームポッツあるじゃん。あ、そう。俺も家のスピーカーそれ使ってる。あれ、めちゃくちゃ音ちゃんと聞こえるね。びっくりした。ちっちゃいやつ？ちっちゃいのかな？わかんないです。最初アップルは300ドル、うん、400ドルぐらいで大きい、結構。大きいっていうか、それが元祖なんだけど、ホームポットか、うん。ホームポット、うん。なんかね。で、あれ2個並べるとさ、ステレオになって。あ、そうなんだ。さらに、2個買わなきゃいけないんだけどね。でも1個でも、あれセンサーが部屋の壁の位置とかを計算して、最適な音を自動的に出すっていう。あ、そういうことなんだ。なんかね、最初、店内のどこにもスピーカーがないのに音がしてて、で、塗ってもらってる間に喋ってることもあるけど、うんうんうん、キョロキョロしてるときに、どっからこれ落としてるんですかって言ったら、ほんとね、お店の一番端っこに鏡が、姿見が一つ立てかけてあって、その裏に置いてあるって言って、で、うんうんうん、その、間取りって、どのくらい、すごいね、10何坪ぐらいあると思う、うん、15、6坪ぐらいある店内で、音が、でもちゃんとそのお店の、そう、真ん中あたりに、ちゃんと中心に聞こえてて、だから俺自分の周りにスピーカーあるもんだと思って探してたから。うん、いや、そう、それがね、本当に、それが売りみたいなんで、本当に、そんなところに置いてもそんな風に聞こえんだね。なる。しかも普通にコンクリ像の。普通の自宅の部屋だと全然そこまでわかんない。すごいね、それ。すごい。すごいなと思った。欲しいなと思ったよ、ちょっと。うん。
え、それ見た？現物。現物見てない。だからそう、鏡の後ろに置いてあるからって言ってて、鏡は見えるんだけど、その裏にあるって言ってて。ミニか、元祖のやつかどっちか知りたいな。俺ミニも使ってるけど。お店自体がでもね、2年前ぐらいできてるはずだから、あ、その時に調達してるんじゃないか。かもしれないな。今もうね、ミニしかないのよ。へぇ。あの、大きいやつは、要はスマートスピーカーとしてアップルは出したんだけど、Siri 使って、うんうんうん、あの、要は Google、あの、Alexa とかと同じ、はいはい、あの、ライバルとしてね。うん、だけど、圧倒的に値段が高くて、うんうんうん、他のライバルのそのスマートスピーカーに比べると、でもやっぱりかなり音響にこだわって作っているから高いくなってるっていうのもあるんだけど、でもね、生産中止しちゃったんだよね。今、1万円ぐらいで買えるミニしか今ない。ミニがある。から俺もミニしか持ってないんだけど。でもまあ音はいいよ。へー。これってさ、電源ってどうなってんの？タイプ C で、で、本体側はもう、あれ外せない。だから電池じゃない。あ、電池じゃないんだ。だから常に電源供給が必要。へー。タイプ C で電源供給って何アンペアどんぐらいだろう？タイプ C なのはあれ、プラグ側、コンセント側。だからあの iPad Pro とかの充電器はそのまま使えるけど、そういうことだ。スピーカー側はもうあの線が固定。へぇでも、下手に。2個買う方がいいよ。サウンドシステムとかをさ、車とかでつける人も、これでいいじゃんってなるね。いや、それいつも思うんだけどさ、やっぱ電源の供給の問題と、うん。あとね、あれなんだよね。高音対策が多分、はいはいはい。弱いと思うよ、家庭用商品は。車内の夏のとんでもない高温に耐えられる。ああ、なるほど。置きっぱなしには向いてられてないと思う。アウトドアには向いてない。カーオーディオはそこが多分、結構ちゃんと考えて作ってあると思うんだけど。ハセが持ってたさ、その外で聞くスピーカーあったじゃん。あれ、何だっけ？何？ JBL だっけ？外で聞くスピーカー？あの、でっかいやつ？うん、なんかちっちゃいさ、なんかほんとちっちゃくて、片腕ぐらいの、片腕じゃないや、片手ぐらいの、手のひらぐらいのサイズのさ、なんか持ってなかったっけ？も、歴代いろいろあるから、ヒロがどういうのこと言ってんのかわかんない。JBL のも使ってたけど、BOSE のやつ、最近は BOSE だね、ここのところ、外用で使ってるのは。大阪お店で、BGM とかって使うの？あ、あの、ヒロのとこにも置いてあるラジカセ。うんうんうん。あれでラジオ聞いてる。へぇー。もともとコード有線であの、スピーカー上の方に置いて、アンプで、うんうん。まあ、パソコンつなげててやってたけど、もう今はそれ、やめちゃって。へぇずっとラジオ聞いてる。やっぱラジオ面白いんだよね。ラジオ何聞いてるの？まあまあ。FM？ あの、AN だね。AM。渋い。AM 聞いてんの？米軍ラジオ聞いてる。米軍ラジオ？いやそう。あの、米軍ラジオって AM なの？ AM。だね、うん。じゃあ、アナログなんだ。そうそうそう。まあ、ジャスラック対策っていうかさ。まあ、うん。やっぱり CD とか流しちゃうと、うん。まあ、電波。払ってないの？ジャスラック、うん、払ってないから、CD は基本聞かないようにしてて。うん今はラジオしか聞いてない。見回り来るからね。アメリカとかどうだの？そうもないよな。アメリカって BGM 流すの？お店の中、サロンの中。流すよ、どこでもガンガン。へぇ流して流してる。
アメリカって日本みたいにあんな著作権なんとか来んのかな。まあ、来てないんだろうね。それだけ。アメリカで。来ない。自由に CD 聴けてたら。な、日本だけじゃない?ちゃんとあれでアーティストにどんだけ入ってんだかって感じだけどね。まあ、俺聞いてるのは、Spotify で流してる。あ、わかった。え、なんだっけ、AFN か。ああ、それ FM だよ。ああ、そうなんだ。AM じゃないよ。うん。あ、そうなんだ。FM。あれは、あ、もう、でも、大阪の言うに、軍の人用の放送局。アメリカ軍。だからずっと英語でしょ。でも、なんか、AM の、スイッチは AM の方で聞いてる。へぇー。あ、じゃあ両方あんのかも、FM 放送と AM。ああ、これはさ、でも俺それって東京にいた時聞けたなかった気がすんな。昨日行ってからなったってような気がするけど、東京で入るっけ、あれ。入ってるね。FM はない ?FM。FM の方では聞けてない。ああ。なんかこれを見ると日本国内だけなのかわかんないけど、AM だね、確かに。言うように AM のチャンネルがある。あれ?俺絶対 AM なんか聞かないから、でどこで聞いたんだ?やっぱ沖縄の気がするな。だ横田、ま、横田基地のやつを聞いてたってこと?大阪、横田基地のやつを聞いてる、うん、俺は、そう、聞いたっていうか、今、吉祥寺で入るってことでしょ?そうそうそう。だから、ハセのとこなんかさ、カデナのとこからやってるらしいから、うん、まあ、全然普通に。入るはずだよね。入るよね。でも、AM、ね、だった記憶はないんだけど。まあ、いいけど。まあ、確かに。ハセって違うのかな?アメリカカデナだったか。まあ、周波数が違うから、うんなんかね、二チャンネルあって、648kHz の方は多分 AM なんじゃない?で、89.1 チャンネルのメガヘルツの方が、FM のバンドだ。そうそう。だから、これは沖縄しかないみたいだよ。あ、やっぱ俺の言ってるのは当たってるね、うん。そうそうそう。で、俺 FM、東京だと810だ。うん。いい音で聞けるんだ。沖縄以外は全部 AM、ね。そうそう、沖縄以外は AM。でも横田基地だけが異常に出力高くて600ワットで、あ、違うか、逆だ。キロじゃないわ、これ。600ワットなんだ。大阪聞いてるやつは、沖縄の20キロワットよりもでかい出力で出てるから、うんうんうん、結構飛んでくってことだよね。うん。広範囲で聞けてる。一応アンテナ伸ばすやつ、うん、アンテナ折っちゃったけど、うん、根元から。折ったけど、一応受信できてる。へぇー。つうか今これあれだね。アプリあるんだね。アプリもあるね。アプリもある。え、このアプリ使うと聞けんのかな?よく TikTok のうんバックミュージックによく採用されてるような音楽がばっかり流れてる。やっぱ人気なんだろうか。うん、人気の曲ばっかり流れる。アメリカの人 TikTok ってどんな感じで使うの？結構いる？いやー、あんまり見たことないけど、でも若い子は使ってんじゃない?で、若いって言ってももう本当に中学生とか高校生とかじゃない?うん。10代、なんかもう、ちょっと言い方あるけど、ガキって感じじゃない ?TikTok って。まあ、違うの?世代的には随分あれだよね。若い子たちのって感じだよね。若い子って言っても20代よりもっとなんかティーンネイジャーって感じじゃない、うん、うん。え、ティーンネイジャーぐらい行くのかな?まあでもそうだよね。今の10代、20代ぐらいがボリュームになってんだろうね。多分そういう感じで。だって、うん、アメリカでも問題になってるもん、なんかこの、変なっていうかさ、なんか、無謀なことをしたり、うん、いたずらしたりするのをやっぱりみんな
なんかやっちゃうよね、バズらせるためにして、なんかアップしてみたいなのが問題になってる、うん、うちの娘も踊ってるよいつも。あ、そう、踊ってる。でもさ、サンフランシスコの市内たまにさ、何スマホの周りに LED ライトつく、うんうん、ついてさ、はいはいはい、あ、自撮りできるさ、スタンドみたいなあんじゃん、うん、三脚みたいな、うんうんうん、あれでめっちゃ可愛い子がさ、ストリートの真ん中に置いてさ、撮影してる子とかいるよ、たまに。へ、ああ、こうやって世界に発信してんだな、みたいな、うん。普通に可愛いからさ、なんか、まあ、これはみんな見たいよね、と思いながら横を通り過ぎる。やっぱ車が通ってない隙を狙って、なんか道路の真ん中にそういうの立てながら、なんか、踊ってるんじゃ、踊ってる、まあ踊ってる子もいると思うけど、なんか撮影してる。へぇー。うん。とかいる。めちゃめちゃだってフォトジェニックだと思うよ、普通に街も。うん、それなりになるしね、この辺だったら。何のためにやってんのかはよくわかんないよね。まあその、ざっくり言うと TikTok で動画の再生回数稼ぐってことが目的になってるのはわかるけど、その動画の再生回数を稼ぐことで得られる利益って何なのかよくわかんないじゃん。でもなんか人間の本能的な部分に訴えかけんだろうね。なんか承認欲求みたいのが、トップ部分でなんかやっぱり。あるんだろうか。あ、なんかあるんじゃない、あれと一緒じゃない、 SNS どうしてもやっぱみんな最初ハマったのもさ、うん、やっぱりいろんな人がコメント書いたりしてくれるからっていうのがあるじゃない。うん、確かに注目された感じのね。それと一緒なんじゃない。あ、確かに気持ちいいっちゃ気持ちいいよね。だってブログとかだとさ、いくら100人見てたってさ、私見ましたよっていうのはわかんないわけじゃん。確かにコメントわざわざね、メタ書く人いないしね。うんうん、SNS だとね、それが簡単に反応としていいねがついて、うんうん、でなんかこうみんなボコスがコメントする空気がやっぱりあるからね、うん、こんだけみんなやるんだろうしさ。だ、もともと Facebook がくっつけたあのいいねボタンとかがそういうことだよね。うん、そうだと思う。なんか人間の心理をついてるんだと思う、そういうの。賢いなぁ。うん、いや、今日も賢いラジオが撮れたということで、この辺で収録を終えたいと思います。はい。いや、こう聞いてる人みんな賢くなってるよ、多分。みんな賢くなってる。これ、ね、ただの居酒屋トーク、隣の席から聞こえてきてるぐらいの感じで申し訳ない。すいません、本当に。ありがとうございました。また来月。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。